ラノベラレディオ始まるよ。さあ始まりました、レノレラレディオ。この番組は宮城を拠点とし活動している YouTuber レノレラ TV がラジオの世界から発信する新たなコミュニティ番組です。私は中学1年生の12歳レノンです。そして私は小学4年生の9歳レラが小中学生の目線でパーソナリティを進めていきます。そしてもう一人、大人げない大人代表おパパも加えて進めていきます。おい、おパパでございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回は3人でございますね。はい、なんだかんだ久しぶりじゃん、3人。あ、そんなことない。確かにそうだね、1ヶ月ぶりくらいかもしれない。そしてですね、前回はあのガマッコ商店街のお話をしたんですけども、この、 あの放送日、今11月10日ですよね、皆さん。そうです。はい、明日ですよ。明日皆さん行かなきゃ、塩釜元町に。予定空いてる人は、ぜひぜひ来てください。レノレラもブラブラしてるかもしれない。いるかもしれない、いるかもしれないですね。お願いいたします。ぜひね、来てください、来てください。子供たちの、威勢のいい声が聞こえてくるかもしれない。はい、というわけで、レラさん、学習発表会があったんですよね。ありましたね。行きました。そういう季節ですよね。どうだったんですか？何やったんですか？まあ、4年生は3つの競技に分かれて、競技というか種目？演目に分かれて、やるんですけど、体育、手話、ダンス、合唱、この3つのチームがあったんですけど、体育手話、ダンス手話、ダンス、同じ、はい、と合唱。合唱、まあ音楽ですね。合奏はいはい、そうですね。はい、それでうちは合奏に入ったわけですよ。はい、それで2曲やるんですけど、どっちもリコーダーやるんですね。リコーダー係だったね。これ曲名っていいよね。いいよ、曲名。スーパーカリフラジスティックエキスピエリドーサス。なんだって？スーパーカリフラジスティックエキスピエリドーサス。ちゃんと言えてんのそれ？言えてない、絶対。スーパーカリフラジリスティックエキスピエリドーサス。これは何？ハリーポッターかなんかの魔法の。多分レイラはあの自慢げに言ってますね、今。もう一回言ってもらっていいですか？スーパー、早めに。スーパーカリフラジスティックエキスピエリドーサス。あ。ヘトローナムみたいな感じじゃないの？違うの？それ違いますね。魔法の言葉じゃないの？魔法の言葉ですよ。あ、魔法の言葉なんだ。2曲目はで、いや、1曲目があのオーラリン。オーラリン？オーラリンっていうのが1曲目なんですね。はい、で、そのスーパーの方が2曲目なんです。あ、スーパーの方を言いたくて1曲目を飛ばしたんですね。そうじゃないの。あ、はい。もう一回言ってもらっていいですか？スーパーカリフラジリスティックエクスピエリドーサス、っていうのが2曲目ですね。はい、そんな感じですかね。やりました。どうだったんですか？どうだった？どんな練習をしましたか？練習ですね、あの動くんですよ、2曲目のスーパーの方で。動いてた。まあそういう、それ動くんですけど、動くとやっぱ音がブレるじゃないですか。それが、それに気をつけました。おパパはね、あの小学校の時に、それこそね、あの塩釜市立第一小学校っていうところだったんですけど、はい、ね、あとやっぱリコーダーあったんですよ。でね、俺ね、リコーダーがね苦手で、ほぼねチャルメラみたいな、ピラピラピラみたいなね、なんかこうスネーク、あのね、ブルースネークカモンみたいな、ブラブラブラってやって、もう本当に何だろう、こうやってるふりをやってたっていうか、全然吹けなかったの俺。だからすごいよ、レイラ。すごい。ちょっとそれ吹いたふりしてたんでしょ？え、してないよ。してないよ。ちょっと覚えてるもんだって、うち。あ、本当？レノもリコーダーはめっちゃ得意でーす。なんでなんで？ちなみに、おパパの血を引いてるわけじゃないの、君たちは。多分ママの血だよ。確かにママはね、クラリネット奏者だよ。だと思
思います。はい、というのと、うん、私はですね、うん、合唱コンクールの練習があるんですよね今。あ、してるんですよまだね、はい、この時点ではおパパはまだ見てないね。うん、あれ合唱コンクールって大人見に行けんだっけ。見に行きます。あ、見に行けんです、はい、行きたい。あ、何歌うんですか。私は課題曲と自由曲っていうのがあって、うん、課題曲が1年生全員同じ曲、うん、歌うんですけど、うん、あの全員で歌うんじゃなくて1曲、あ、うん、1クラス、ね、1クラスで歌うんですけど、それがマイバラードっていう曲で。何ですか、うん、マイバラードって初めて知りました。なんだっけ、心燃える歌が歌が聞いて、なんでそんな首こう横に振りながら歌うのこれなんだか朝の B が OKOK、OK、みたいな。わかりますよね、わかるわかるみたいな。そして、自由曲がコスモスっていう、何コスモスって、あ、山口百恵みたいなコスモスですか。100億年の歴史、なんでそうやって毎回、ね、っていうラジオだからみんな見えてないけど毎回首を横に振りながら歌うんですよ。何なんでしょう、何なんでしょうね。アイソレーションの練習アイソレーションの練習してたね。さすがダンサーですね。そうですね、はい、今練習してるんですけど、私は指揮者やります。こういう人、マイバラードの指揮者を、うん、こういう人、うん、そうそう、振る人ね。ああ、うん、振る人、手振る人なんですけど、うん、ヤッホーって感じ、うん、なんでヤッホーっていう感じではやんないと思う結構ね、うん、あの遅いんですよリズムが。だからあのリズムを合わせるのが難しいし、あ、逆にね、逆にね、うん、うんうん、それはさ、どういう風にして決めたの、この曲は。あ、曲は課題曲はなんか決まっちゃってて、うん、自由曲はやりたい曲第一希望第二希望って出して、うん、でコスモスが、うん、結構被ってたんですよ他のクラスと、うん、5クラスあるんですけど、うん、3クラスぐらい被ってて、うん、じゃんけんをしなければいけないってなって、うん、じゃんけんしたい人ってなって、うん、でレノン手を挙げたんだけど、うん、レノンとあと友達他に4人、うん、でその一クラス5人ずつ、うん、じゃんけんの代表が出てきて、うん、じゃんけんをして勝ったクラスがもらえるってことなんですけど、うんうん、勝ったんだ。そうなんです、実は私たち勝っちゃったんですよね。勝ち取りましたコスモス、勝ち取りました。まあ、なんで指揮者に選ばれたっていうのもちょっとこの後にしますか。あ、そうです、まず曲いっちゃいますか。そうですね、そうですね、はい、はい、というわけで1曲目ですね、はい、こちら私のリクエストとなっております、うん、コスモス、あ、コスモスじゃないんですよね、ごめんなさい、あ、ごめんなさいはい、というわけで聴いてください、エスパでスパイシー。ヨナです。はい、というわけで聞いていただきました。あ、今ね曲が流れてる間にね、朝の P から、うん、俺も歌ったマイバラードみたいな話をされて、へ、うんうん、そんな前からあったんだみたいな、うん、俺も聞いたことあんのかな、実は多分あると思う、多分、うん、後で聞かせます、はい、あれ、うちはないと思いますけどね、あれ以来はないかもしれない、うん、でもコスモスもパパあると思うよ。あ、山口もないの、うん、うん、うんはい、でレノンはね、なぜ指揮者になったのかっていうのもですけど、うん、指揮者やりたい人がやれるっていう感じで、うん、レノンがやりたいですって言ってマイバラードやることになりました。なんで指揮者やりたかったんですか。なんか楽しそうだったし、なんか結構目立つじゃん指揮者って。なんかレノンちゃんはだいぶあれだよね、積極的になってきたよね、うん、だいぶね、うんうん、昔はさ、あれなんで俺がさ学校にさ授業参加で行くじゃん、うん、全然手挙げねえのよ、うんうん、だなんで 俺がせっかく授業参加見に来てんのに、うん、なんで手挙げねえんだみたいな、俺何を見に来たんだみたいな、うん、っていう話をね何回かしたよね、うん、そしたらだんだんね自分でこう手挙げるようになって、うん、そうそう、そしたらなんかそれがね楽しくなったらしい。そうそうそう、うん、でそっから結構手挙げるようになりましたね、分かったら、うんうん、そうさ、最初は俺がせっかく見に行ってんのに何もレノンのアクションがなければつまんないって話をしてた、うん、そう、だんだん来てくれなくなったんだよねそう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 、でママが来るようになった、ね、そうそう、だってあ手も上げないしさ、ただ授業見に行くだけじゃ俺つまんねえなと思って言ったの、うんうんうん、だからレノンも何かしらアクションしてくれるんだったらね、うん、俺はさいっぱいアクションするじゃん君たちに学校行くと、めっちゃ手振るじゃん。でもレノンもめっちゃ手振ってたよ、
そうでしょなんか授業もさ、なんかアクションがないと俺つまんないわけ、見ててなんか運動会でもさ、うん、みたいな感じしてるよね、そう、めっちゃ俺は君たちにアクションするでしょ、はい、でもあのレノの前の授業参観の時に、うんうん、あの1年生4階なんだけどパパが校庭にいるのを見つけて4階から叫びましたけどね、うん、レノパパーって、ね、みんな振り返ってたよこっちをなんかすげえ有名人来たんじゃないかみたいなただのおじさんが声で歩いてるだけだただのおじさんが歩いてるだけなのにさ、うん、みんな振り向かれたんだよ俺も、うん、いいオーラがあったんじゃない、そうそう、いやいや違うレノンのその大きい絵をパパーっていうのでみんな振り向く、そう、あのね、うん、レノンね今日式の練習をしてたんだけど、みんなに式のやり方が独特って言われて、うん、なぜ独特なのかを聞いたら、うん、レノンってヒップホップやってるから、うん、足であの、うん、ダウンとかをするんですよ、うん、で膝を曲げるんですよ、うん、で式やってる時にそれが出てたらしくて、うん、リズム取るのに、うん、めっちゃ面白いんだけどみたいな言われてみんな笑ってんじゃん、歌いにくくなっちゃうじゃん、えリズム足で取らないのって聞いたら、うん、いや普通に揺れて取るんじゃないのって言われて、うん、そうなんだと思って面白いらしいです私の式、見てみたい楽しみいやそういうのを言われるとちょっと行くのが楽しみになるじゃんやっぱさねえ、はい、あそれで学習発表会、うん、さっき言ったスーパー、うん、ね、スーパーってスーパーカイラジーさっきの長いやつね、はいはい、あれは、うん、あのメリーポピンズのディズニーのメリーポピンズというね映画の歌でございます、あ、はい、あそうなんだ、ね、これ有名なんだって、メリーなんだっけスーパーフラワーボミュージックスーパーカリフラジリスティックエクスペリエントス、あのスーパーカリフラワーしか聞こえないんだけど、これは全部ペトローナスって聞いてるスーパーカリフラジリスティックエクスペリエントシャス、では次のコーナーいきましょう、はい、次のコーナーは SNS バズり動画コーナー、このコーナーは今 SNS でバズっている動画や音源を紹介するコーナーでございます、はい、レイラさんなんか流行っているなと思うものありますか、いやあの友達から聞いたんですけど、うん、最近あの寄り紙レクイエムというそういう歌が最近流行ってるらしいですよ、してるのレイラわかんないえどういう曲ですか、なんか VTuber じゃないんだけど、うん、絵あるじゃん、うん、イラストが動いてるなんかそういう感じですね、はい、ちょっと調べてみよう、そうですね、でもね、うん、なんかレノンは、うん、なんかなんだっけ、あオバマさんお願いします思い出すので私いきなり振られたんですけど俺おわおパパはもうショーですよ、アドさんのゾンビでダンスがもうずっと流れてくる、うん、何にしても今はそれだね、うん、まあ、いろんなほら USJ で今それがさ、うん、ホラーナイトっていうやつでさ毎年やるじゃん、うん、USJ でさダンスさん、うんうん、あの20の時もあったよね、うん、20のダンスの時もあったし、うん、今回はあの 20の曲でのダンスの時もあったんだ、うん、そうそう、あとは今回はねアドさんだから、いやそれが今めっちゃバズってますよどこでも、そうですね、うん、かっこいいしね、なんかね、いやこれは絶対すごいなと思う、まあ、流行ってるレノン思い出したんですけど、うん、はい、あの豊永拓斗前流行ったじゃないですか、わかります、豊永拓斗と、はい、豊永拓斗とっていうやつ流行ったじゃないですか、言ってましたね、確かに、それ の, あの女性版みたいな、うん、なんかあの今プロデュースシリーズのメスでオーディション番組がね今日本版で女性版の日本版でやってらっしゃるんですけど、あの清水恵子さんっていう方が、うん、あの女性版豊永拓斗って言われてて結構面白いあの自己紹介1分 PR をした方なんですけど、うん、ぜひ皆さん清水恵子さん調べてみてください、なりました、どんな感じですか、あのなんか癖強なんですけどなんか、うん、マレフィセントみたいな帽子をかぶってポーズをしてるんですよ、うんうん、なんかそれ以外にもなんかラップできて、へー面白い、あの大人ブルー歌ってますよ課題曲で、おとっても個性のある方でございます、これからは個性が大切ですからね、うん、はい、というわけでですね、うん、2曲目いこうと思うんですけど、はい、最近流行っているもの、はい、うん、皆さん多分ねこれ思いついた方いらっしゃるんじゃないですか、うん、さよならと言った君の、それだから最近流行ったんじゃないよ、あそう違う、それを、それをドリル調にしたものが、
ドリル帳？牧原ドリルっていうんですけど、なんか算数とかのドリル。あ、違う。うん、なんか結構なんかブル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 みたいな、なんか激しいなんか感じの曲調にしたものがドリルって言うんですけど、うん、はい、それが流行っているので、はい、1曲目は牧原紀之さんでもう恋なんてしない。はい、というわけで聞いていただきました。ありがとうございます、はい、ぜひねドリル調のものも聞いてください。はい、というわけで、最近ですねレイラさんが今ハマっているものがあるんですよね。何、はい、ですか。メイクでございますね。おお、メイク。今日もメイク動画ですから。あ、そうなんですか。はい、今日メイク動画上がってますから。おお、はい、そうですね、最近メイクがハマってます。なんで、あれ小学校4年生ぐらいの時ってレイラじゃなくてレノンもメイクやってたっけ。いや、レノンはね5年生の後半ぐらいから。いや、でもやり始めたと思う。小2ぐらいの、あのメイクやってる動画あるよ。 あるね、多分ね、うん、1回メイク面白いってなって、うん、なんかとりあえず顔に色つけるのが好きだったんですよ、ちっちゃい頃ね。多分ね、多分ね、はい、だからなんか変なマスカラ紫とか眉毛ピンクとか、緑とか唇緑とかにしてとか面白かったんですけど、まあ、1回のなんかちょっと冷静になったんでしょうね、多分1回沈んで、はい、その後5年生の後半ぐらいにちゃんとしたメイクを覚え始めました。あ、じゃあそう考えると早くはないんだね。レイラも結局小4小5ぐらいだもんね、もうね、うん、そうだもんね。友達も もうメイク始めてる人と始めてない人いますよ。お、学校ではメイクしてくる人もいるの。いや、いないです。さすがにそれはいないんだ。さすがにそれは。いや、いいと思うけどね。何もいいと思うよ。そうそう、だってさ大人になったらみんなさメイクしてさ仕事行ったりするじゃん。うんうん、いや、ね、だからさ別にいいと思うんだよね、覚えるために。いや、いいと思うよ。俺も小学校でもメイクしていいと思うんだけどね。俺はね、中学校でもいいと思うよ。本当に、なんでメイクしちゃダメなんだろうね。ダメなの。ダメなわけじゃないでしょ。え、でも俺の髪染めていっていいから多分メイクしていっていいでしょ。それは先生によって違うんじゃない。それはね、有名な話ですよね。レノが小学校で髪を染めて学校に行ったら、うん、あのね、その当時のね校長先生の前をあのレノが通ってた。でレノが元気よく挨拶したんだって、うん、で髪を染めてるなって校長先生は分かったらしいんだけど、分かるだね。そうそう、でもあのレノが後でおパパに言ったのは、いや校長先生何も言わなかったよみたいな、うんうん、ね、なんか全然スルーだったみたいな、うんうん、話をしてたんだけど、後で俺校長先生に聞いた、うん、そしたら校長先生はなんて声かけたらいいか分かんなかったっていうことだったらしい。うん、ダメでもないしでもなみたいな、なんかそういう感じだったし。ダメでもないんだ。でも校長先生変わっちゃいましたもんね。あ、そうだね、前の校長先生、はい、今の校長先生はダメかもしれないですね。あ、まあ、うん、でも担任の先生は可愛いってめっちゃ褒めてくれましたから。あ、そう、うん、あの根津子ヘアにしてた動画にもありますけどね、うん、あの紫にしようとしたらしいんですけど、根津子ですよ。え、ピンクにしようとしたんですけど色が落ちてから根津子になりましたね。もともと根津子だったじゃん。そんな感じでした。まあね、それもね、あの全国的に物議を醸し出しましてね、あ、はい、いいのダメなのみたいな、うんうん、小学校で髪染めていいのとか、うん、うちの学校いいよとか、いろんなねコメント欄もいろいろね、うんうん、いろんなねコメントがあって面白かったですけどね。はい、というわけで、あ、すみません、はい、3曲目に行こうと思います。ね、はいはい、ではですね、こちらも最近流行ったもので、うん、結構昔の曲でございます、うん、はい、では聴いてください。パフィーで愛の印。はい、というわけで聞いていただきました。はい、そろそろ終わりのね時間になってしまいましたので、あっという間ですね。ということでレイラさんお願いいたします。はい、この配信を聞けない方もいらっしゃると思うので、レノラレディオではインターネットラジオリスラジによる全国配信と YouTube での聞き逃し配信を行っております。はい、ぜひご活用くださ
ください。はい、お願いします。こなれてきましたね、レイラさんはね。レイラさんはね、様になってきましたね、はい、あの 見なくても分かるところ少しあります。おお、はい、での一番最初の挨拶はまだ見ないと分かんないですけどそうなんですね、長いですもんね、はい、はいはい、というわけでですね、うん、来週もぜひ、あ、来週ですね、はい、はい、ぜひ、あ、そう、明日、明日、ガマッコ商店街、うんうん、はい、はい、ぜひ皆さん行ってください、いいですね、はい、はい、お願いいたします、はい、というわけで今週も聞いてくださりありがとうございました。来週もぜひ聞いてください。 See you。